常磐共同火力勿来発電所近くの公園にはおよそ50本の河津桜が植えられています。関係者によりますと、その一部が例年より1週間以上早く咲き始めました。訪れた人は写真を撮るなどして一足早い春の訪れを楽しんでいました。春近づいてきたかなという感じがしますね。お花見したいですね。お花見ね今日の最高気温はいわき市小名浜で 17.5 度、会津若松で20度を超えたほか、喜多方などでも2月の観測史上最高を記録しました。寒いのと暖かいのと高温になるので、なかなか体ついていかないです。明日以降はまた寒さが戻る予想で、寒暖差による体調管理に注意が必要です。